その日のうちに全部見たん？全5話なんですよ、うん、全部見て、うん、ユリアンがやばい、これ見てから、うん、そのインタビュー聞いたらめっちゃおもろい。ごっつい熱やけど出てんねやったっけ？あー全く出てないです。どうもかまいたちです。ウスコリ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 。さあ本日ははい、極悪女王勝手に告知してみた勝手に告知好きやな、はい、ね、ハマってるな。なんか告知ホラーという新しいジャンル、ね、お前やで、うん、頼まれてもない出てもないのに勝手に告知するっていう、うん、やっぱ南マグロ界隈も驚いてたみたいです、ね、まあそれは驚いてたよちょっとなんか焼津漁港みたいなところから X の方に、うん、アルドアスみたいに来たら今度水揚げ見に来てくださいみたいないや告知ホラー聞いてるやん。告知ホラーですよ本当。9月19日から世界独占配信された、うん、ユリアンがめっちゃおもろいらしいな、主演務める極悪女王、はい、僕ちょうど9月19日が、うん、あの夕方からもう全く仕事なかったんで、はい、多分19時配信スタートかなんかだったと思うんですけども、うん、その日のうちに全部見たん？全5話なんですよ、うん、全部見て、うんうん、早っ、5時間ぐらい完璧に見たらまあ5時間ちょっとなんですけど、うん、一気見しましたね。もう全然見れます。全5話で全部が1時間ちょっとですね。うん、まあ、もちろん面白かったんですけど、はい、まあ、極悪女王っていうのが、うん、ユリアンが、うん、伝説の悪役プロレスラーのダンプ松本さん役を演じてて、でそのダンプ松本さんのライバルで当時いたのが長代千草さんとライオネス飛鳥さんなんですけど、うん、長代千草さんを唐田さん、うん、唐田絵梨香さんが、うん、でライオネス飛鳥さんを剛力彩芽さんがやってるんですけど、うん、はいはい、まずキャストの面白みがすごい。確かプロレスラー役にっていうことやんな。そう、やっぱりあの当時ユリアンが多分この撮影してたのって結構何年前、かなり前だよ、ね、なんか役のために今体重増やしますみたいな、うん、あ、そうそうそう、うんうんうん、めっちゃ前からやっててんけど多分体力作りとかもかなりやって、はい、であのプロレスのアクションシーン、うん、とかも全部本人らがやってる、うん、だから受け身とかもちゃんと取らないといけないし、あのブレンバスターのズデーンとかああいう感じも、エキストラの人じゃなくて本人がやってる部分が多かったんで、うん、かなり大変な撮影だったんじゃないかなという。なるほど。でもその分本人らがやってるっていう リアルさがめちゃくちゃあって、うん、アクション部分も面白かったですね、うん、で僕はプロレス結構好きな方なんで、うん、ダンプ松本さんといえばみたいなんで知ってたんですけど、うん、はい、なんかストーリー的にはあのダンプ松本さんを全く知らない人でも分かるように、うん、めっちゃ最初からどういう人なのかっていうとこから丁寧に説明、うん、してるんで全くバックボーンを知らなくても面白いドラマになってて、うん、で言ったらダンプ松本さんが幼少期になぜ、プロレスラーを目指したのかから始まっていくんですよ、うん、はい、で女子プロレスラーのブームってやっぱビューティービューティービューティーペアっていうあの歌、はあはあ、あれがアイドルとアイドルプロレスラー、女子プロレスラーみたいなんで一大ブームを築いて、でビューティペアが引退した後に、うん、一瞬女子プロレス界がアイドルがいなくなってスーンってお客さんが減ったところでこの長代千草さん、ライオネス飛鳥さんが同じ感じでクラッシュギャルズっていう、うん、同じアイドル女子プロレスラーみたいな感じでバーンって出ていくのよ。でそのライオネス飛鳥さんと長代千草さんはダンプさんの同期やね、一緒に入門したぐらいの時期やね、はあはあ、で一緒に頑張ろうねって言ってたこの2人が先にバーンって行って、うん、置いていかれたこのダンプ松本さんが自分の道を見つけてプロレス界に割り込んでいくというか、ごっつい熱やけど出てんのやったっけ？あ、全く出てないです。頼まれてる？あ、全然頼まれてないです。ホラーやわ。そのなぜダンプ松本さんがこうああいうヒールになったか、はい、で本当はダンプ松本さんってどんな人なのかとか、長代千草さんどんな人なのか、ライオネス飛鳥さんどんな人なのかっていうのがすっごいわかるし、あの地面師たちがまあずっとヒットしてたのを、はい、今止めて1位に躍り出たのよ。
へえ、極悪女王がランキング、ランキングネットフリックスの。地面師たちの時も多分見た方は、うん、あの思ったと思うんですけど、うん、実際どうなったのって、うん、おもろすぎて気になってちょっと調べたりした人多いと思うんですよ。実際この話ってどんな話だったんだろうって気になりすぎて調べたと思うんですけど、 この極悪女王も、うん、え実際こんあの描かれてた部分ってほんまにあったのって気になって調べたくなるようなことが満載、うんうん、へーでめっちゃリアル、もう再現度がやばいですね。ほんでそのマリーマリーのエビちゃんが出てんのよ。あそう似合いそう何かは分からへんけどこの映画に似合いそう、ドラマに。なんか俺見てた時にあれこの女優さんなんか見たことあるなと思って、うん、誰やったっけと思って画像検索みたいなのしたら、うん、あマリマリのエビちゃんやんって思って。あいつは出てへんかった。タコス、タコスで、タコスは女子プロの話やから出てないかと思ったら途中でちょっと出てくる、ね、タコスやっていう。愛情あるな、そうちゃんとタコスも。そうタコスも出るんやっていうその面白さとかもあったり。で俺が一番うわーってなったのはあの当時ダンプ松本さんと一緒にやってたレフリーのこの阿部志郎さんって方がいるの、うんうん、でこれがもうとにかくダンプビーキのジャッジをするレフリーの人で、だからよりあんやないっつってなるんや。そうやね、もうダンプの反則には全然目も触れないのに、うん、クラッシュガールズがなんかするとこうすぐ止めに入ったりとか、うん、あの後で YouTube とかで見れますけど、うん、ダンプ松本が抑え込んだ時にクラッシュギャルズに対してのカウントの速さ、うん、はい3、はい、勝利勝利ってこのカウントボケは多分阿部志郎さんが最初に発明したの。へえ、ボケじゃないでしょ、ね、こうすぐ信じられない速さでカウントして、はい、勝利っつってもみんなからブーイング浴びるから一緒にバーって逃げていくとか。阿部さんもじゃあ嫌われてたんや。めっちゃ嫌われてた。へでこの阿部さんがここからちょっと気になる方は本編で見てほしいんですけど、うん、ネタバレ部分がちょっとあるかもしれないですけど、阿部さんは極悪女王を見るまで知らなかったんですけど、プロモーターの方でレフリーの仕事してる人じゃなかったんって。へえ、じゃあもう天才演出家や。そう、もともとプロモーターでその女子プロレスラーのチケットを車とかでチケット買ってくださいってこう、うん、売る仕事をして宣伝の仕事をしてて、うん、でダンプさんがもうレスラーとして全然仕事がないからその作業を手伝わされてて、お前もちゃんとプロレス頑張れよみたいな言いながら一緒にチケット売りをしてた仲やってて、それでダンプさんがああなった時にレフリーとして一緒に協力してこう女子プロレス界を盛り上げてっていう、あそんな関係性やったんやっていう、その部分もめちゃくちゃおもろい。へで今長代千草さんとかが結構この極悪女王配信にあたっていろんなとこで告知でインタビューとか答えてくれたりしてて、うん、当時の様子とかを語ってくれてたりするの、うん、その当時のインタビュー様子に答えてるのももうこれ見てからそのインタビュー聞いたらめっちゃおもろい、うん、でこの間あの番組で北斗晶さん一緒になった時に、はいはい、北斗さんに俺当時の話聞いたらもう、うんうん、ふわってこう震え上がるような。へえ、いやほんとすごかったよあの時代はって、うん、北斗さんも言ってて、大ブームを巻き起こした前女がどんな感じだったのかっていうのがこれを見ればわかるし、うん、本当にリアルにダンプ松本さんっていうもう天才ヒールプロレスラーの誕生きっかけっていうのが分かるドラマになってますね、うん、本当に面白いですこれは。マジでユリアンがやばい。ほんでこれ俺はさユリアン、うん、トークサバイバーとかでも、はい、ユリアンの話させてもらって、なんだ今のトークサバイバーとかでもトークサバイバーとかでもユリアンの話させてもらって、その可愛いと思われたんだってユリアン手出そうなって危なっ危なユリアンになんか昔、うん、ユリアンからさ、うん、ユリアンに LINE 送ったら既読つかなくて、あ既読になったのに返事来なくて、それを書くラジオとかでユリアンに既読無視されてますみたいに言った、うん、劇場で会った時にすごい謝られて、うん、丁寧やんか、うん、
ごめんなさいみたいな、忘れてましたみたいな、めっちゃ言うから、うん、ほんま気にせんといてって言ったのに、なんか劇場出るまでずっとすいませんでしたみたいな言ってるから、うん、なんか気になって帰ってからもう一回、うん、ほんま気にせんといてなって、全然大丈夫やからって LINE 送ったら、うん、それ既読無視されたっていう話をしてんけど、うん、まあ、ちゃんとしてるな。そう、うん、でそっからなんか、うん、あんまりユリアンと LINE する機会もなかったんけど、はいはい、久々にこれが良すぎたから、うん、ちょっとこれはもう LINE 送っとこうと思って、うん、でただなんか真面目に LINE 送るとさ、うん、照れくさいじゃないけど、おもろかったわーって言い、なんかストレートすぎるとと、あれやから、なんかユリアン基本ボケてくるし、うん、俺もまあちょっとボケとこうと思って、うん、あの送った LINE が、極悪大魔王の冒険少林寺に未来はあるか、見たよ、おもろかった、あれはすごいなって送ったのよ。タイトル違うボケや。そうそうそう、うん、既読無視されてるびっくりして、でもめんどくさと思ったんじゃん。なんこいつさ、ほんまもういいやねん、もうみたいな。怒ってんのかな、うん、怒ってんのかな、めんどくさいわ。気合い入れた作品を先輩が変なタイトルボケしてきたからしてんねんこいつと思って、びっくりして、そのと思って、これ決めてんちゃう、もうそれか、もう山内とは LINE せえへんって。そんなことあるかな、マジで。ユリアンなんかめっちゃちゃんと LINE 返してきやるね。そうやんな、うん、しかも絵文字とかいっぱい使ってすごいちゃんと返してきやるね。あ、主人困ってんじゃん。どう返したらいいか、どう返したいか困ってんの、うんうん、違いますよ、極悪上ですよでいいねんけど、何これ。いや、ユリアン、あの全然本当気にしなくていいから、全然いいから、もう お前が気にした方がいいんじゃん、これに関しては困らしちゃったんかな、ほんま気にせんといてな、うん、全然もう最高の演技でした、素晴らしかったです。 LINE では届かへんから今伝えてる、今伝えてるユリアン見てた、ほんと LINE 全然返さなくていいから、気にせんといてな、うん、ただ演技含めもう素晴らしいドラマでした。う、言うたらさ、ゴーリツさんもさ、カラタさんもさ、うん、そのプロレスラーみたいな雰囲気は全くないわけやん、うんうん、やっぱバチッとハマってんねん。そう、なんか剛力さんがすげえな、こんな役似合うんだって、これ見て、このなんかこんな髪型、うん、昔のヤンキー女子みたいな髪型で、うん、プロレスラーの格好してアクションしてるのが、うん、イメージつかないというか、見てみないと分かんないでしょ、うん、唐田さんもめちゃくちゃ体張ってるし、細すぎひんの、もしかして役作りのために増やしたりとかあんのかな。筋トレはしてたみたいな、あと他の女優さんで15キロ増やして撮影に挑んだとか、うん、あ、この大森ゆかり役をやってる住田さんは15キロ増やして確か撮影に挑んだみたいな、なんかみんなだからそれ用に体を作って挑んでた、すっごい作品ですね。あれってもう言ってんのかな、その唐田さんのって、撮影で丸刈りにしてんの、髪切りデスマッチ、髪切りデスマッチ、それ絶対言ったらあかんやろ、それは。あ、言ってるわ、髪はあのまた生えてくるんでって言ってたわインタビューで。それがわざっ、あ、そこ気になる人いる、ごめんなさいね、髪切りデスマッチしたら終わりの、デリカシーないな俺の前でそんな話するなんて、あ、ごめんなさいね、俺はもうここがハゲてきてるから珍しい、ここはハゲ、だいぶ進行してここもハゲてきてるから、ハサミ打ちやん、ハサミ打ち、強撃、強撃に食らってる、一番恐ろしいって言われてる強撃や。見ようじゃん、配役もキャストもすごい豪華なんで、斎藤工さんも出てたり、うん、村上純さんも出てたりと、ぜひぜひ、まだご覧になってない方は、有名な監督の方、白石監督、うわ、ごめんなさい、白石監督は俺あんま監督はチェックしてなかったんですけど、脚本は鈴木治さんがされてて、白石和也さん、悪いのばっか悪いのばっか撮ってんの白石監督、悪いのを撮ってる監督、もうだからすごい、とにかくスケールのでかい見よ作品になってます、ぜひぜひ、もしよかったら見てください。はい、チャンネル登録お願いします。ユリアン、ほんと気にせんといてな、全然全然、お前が気にせんの、全く全く、 LINE は全然全然、極悪大魔王、極悪大魔王の冒険少林寺に未来はあるか、見たよ、おもろかった、あれはすごいな、シンシンごめんね、ユリアン、ほんま気にせず、最高でした。
10も上の先輩がこんなやってきたら嫌よな。悪いユリア、最高でした。俺から謝ってこう。ごめん。